はい、まずこちらが、一般的な電気の治療ですね。痛みのある部分に吸盤で貼っていただいて、そうすると電気を流すことによってそこの筋肉を、ほぐしてくれる、痛みを緩和してくれるようになります。次はこれですね。メゴマンっていって、このブーツ型でこう足入れていただいて、この中にこう空気が入ることによって、こう空気の圧力でこう足をマッサージしてくれる機械になります。だからむくみの改善であったりとか、足先冷える方が、特に女性なんかはすごい気に入っていただいてくださっている。こちらがスーパーライザーっていう機械で、はい、結構これは整骨院にあんまり置いてない珍しい機械なんですけども、近赤外線という、赤い光の熱を当てます。熱といっても当てられている時は全然熱さは感じないんですけども、痛い部分の痛さを和らげてくれたりとか、壊れた組織の回復を図っているようなもちろんなんですけども、自律神経失調症だったりとか、うつ病の方なんかにも有効な自律神経を整えるような効果もありますので、幅広い治療に活用しています。整骨院にあるのは結構珍しくて、どちらかっていうとクリニックさんとか病院とかに置いてあることが多いですね。車だ。じゃあ次はこれがストレッチボードですね。ここ、かかとを後ろにつけて立っていただいて、膝伸ばして、ちょっとまっすぐ立ってもらって、ふくらはぎの筋肉を伸ばしたりとか、ちょっと余裕ある方なんかは少しこう体を前に倒すことで、ふくらはぎから腿の裏、お尻、腰とストレッチするボールになってます。次はですね、こちらですね。こちらが座った状態で足乗っけていただいて、スイッチ入れるとすごい振動する機械なので、足の血流を改善したりとか、あまし普段運動されないような高齢者の方にちょっと筋肉に刺激入れることによって、ちょっと運動しているような状態を、足に刺激を入れてあげているような機会になります。整体の方をご案内します。ここが2階の、M 図整体になっています。1階の整骨院とはちょっと別で、2階は整体になっています。最初トレーニングルームからお願いします。こちらがパーソナルトレーニングのスペースになっております。ジムにあるような、すごい大きい機械とかはないんですけれども、ダンベルとか、ストレッチポールとかいろいろこう器具がありますので、そういったものを使って、トレーニングだったりとか、トレーニングも筋トレでムキムキにするのもそうなんですけども、それ以外にも腰痛の改善であったりとか、運動不足解消のために使うことも多いですね。大体40代から50代ぐらいの方が多くて、どちらかというと女性の方がトレーニングが割合多いですね。今度は整体院の個室の治療室をご案内します。こちらが、完全な個室の、治療室になっていまして、主に美容施術を、行ったりとか、自費の治療なんかもこちらで行っています。完全個室になっているので、かなりプライベート感がある、女性でも安心して、来ていただきやすいようになっております。ではないです、大丈夫です、男子でも OK です。まず腰と
座ったままで大丈夫ですので、ちょっと首から確認していきます。後ろから失礼します。ゆっくり上にバンザイしましょうか。これって今肩この辺詰まる感じとかありますか？ないです。ないです。ありがとうございます。じゃあ今度その右手だけちょっと失礼します。手の方前に持っていただいて、このままゆっくり上に上げていきましょうか。これいかがですか？大丈夫ですね。はい。反対も同じです。詰まる感じありますね。はい、押されたときに股関節とかが詰まる感じがありますね。大丈夫ですね。前屈をちょっとしてみましょう。今痛みありますか？腰が痛い。腰痛いですね。はい、ちょっと仰向けに、あ、ごめんなさい、仰向けじゃない。後ろにのけぞってみてください。痛いです。この時ってどうですか？腰痛いです。痛いです。前に倒す時とのけぞる時ってどっちの方が痛いですか？後ろの方に。後ろに。はい。なるほど。ありがとうございます。じゃあどうぞおかけください。じゃあちょっと今、皆様の体がどういう状態なのかちょっとご説明しますね。これ、背骨の模型なんですけども、本当は、本来人間って、こんな感じに、ちょっとこういうふうに S 字を描いているのが、本来の正しい背骨で、この S 字がやっぱりこうちょっとバネみたいな役割をしてくれて、こう体の衝撃を逃がしてくれるんですけども、患者様のちょっとお体はですね、極端に分かりやすくなって、結構こう反り気味なんですよね。後ろから触らせていただいた時とかも、こう本来こう丸みがなきゃいけないところが逆にこうへっこんでたりとかして、ちょっとこう反りが強い状態なんですよ。すでにもう反ってる状態だから、そこからさらにのけぞろうとすると余計こう詰まる感じがして痛かったりとか、背骨がまっすぐだと絶対こう顔ってちょっと前に出るんですよ。いわゆるこれがストレートネックとか、多分言葉は聞いたことあるかもしれないですけども、そういった状態になってるので、でこう顔が前に出てると、この状態から上向くともうここ絶対詰まるんですよね。なのでちょっとね、こう首が痛かったりとか、そういったこう肩周りとかのこわばりが出てきてるので、それをちょっと今から痛いそこの筋肉はもちろんなんですけども、まあ、そういったところを改善する治療を行っていきますので、よろしくお願いします。じゃあ実際治療していきますので、じゃあまた頭こっちで上向きに寝転がっていきます。バンザイしてもらうと、スポーツでされてました。ハンドボール。ハンドボール珍しいですね。はい。これ背中の筋肉なんですよ。広背筋。多分名前ぐらいは聞いたことあるかもしれないですけども、はい、まあジム広い背中の筋って書くんで、文字通り背中で一番大きい筋なので、背から腰の近くまで伸びてる筋肉で。さっき足をこっち側に倒すときにこっちが突っ張って、はい、それも後背筋がちょっと硬いですから突っ張るような状態になってちょっと痛いですよね。ここは硬いと肩の動きとかも邪魔しちゃうので、
ないですか。あのそちらの今ですね、肩甲骨の周りの患者さんじゃない。あ、そうですね。今肩甲骨の周りに近い。これで万歳しか回ってますよ。自分はすごい行きやすかったのが分かりますよ、はい、本当は腕ってここぐらいまで行くのが普通なんですけど、こっちも今ここで止まってるじゃないですか、はい、本当はこっちぐらい行くのが普通なんで、ちょっと今から反対側を、はい、近く見てください。そうですね、通える頻度にもよりますけど、まあ基本に週1ぐらいのペースで、最初は痛み取るように、まあ、こわばった筋肉をほぐしていって、その後は痛みが落ち着いてきたら、そもそもその痛みが出る姿勢を改善するための、まあ、運動指導であったりとかストレッチの指導を行っていって、最終的には自分で痛くならないようにコントロールしてもらうところまで持っていくようにしています。ちょっとなんか一回万歳しましょう。おー、はい、これが本来の肩の動きなんです。これを覚えておいてください。はい、こっち側が行きにくかったですから、はい、ちょっと一回やってみましょう。で、さっきより行きやすい。全然行きます。行きやすいですよね。うん、腰触らなくても、引っ張ってる筋肉を下げるだけでも、なんていうの、動きやすくなるので、うん、今度はうつ伏せで。行きましょう。今ちょっと骨盤の向きをちょっと直したんですけども、すごい分かりやすくこういう感じで内側に引っ張られて、でそれに合わせて背骨もちょっとこうちょっとねじれてるような感じです。で、そう言われてもちょっとピンとこないと思うので、膝伸ばしたまま、ちょっと右足を上げてみてもらえますか。あ、そうですね。で、やっぱお尻かももの裏のあたりに力入ると思うんですけど、ちょっと力入る位置を覚えておいてもらって、下ろしましょうか。で、今度反対側を同じように上げましょう。こうやって多分左右で力入る位置とか上げやすさちょっと違くないですか。はい、違います。具体的になんかどっちがどうとかってあります。右の方が力が入るような。はい、はい、なるほど。これその骨盤がこう筋肉のこう硬さによってこう引っ張られてて歪んでるっていうよりはちょっとこう向きが変わっちゃってるような状態で、そのせいで今同じ動きしてるのにこうちょっと力の入り方が違ったりとか、うん、筋肉の力入り方が変わってしまってるんですね、はい、今から骨盤のちょっと調整を行っていきますね。特殊な、うん、これはですね、カイロブロックって言って、骨盤の調整とかに使う道具なんですけども、結構こう骨盤調整って聞くとバキバキってイメージ強いと思うんですけども、基本的にはこれを入れてあげて、入れながら治療することで正しい状態に持っていくっていう道具になっています。今左右全然違う位置に入ってると思うんです、はいはい、でこれでもう一回さっきやったあの足上げる動きをましょうか。こっちと反対で今どうですか。さっきと比べてさっきより全然楽に上げやすいですよね、はい、今左右全然違う位置にあるんですけど、これで今骨盤の向きまっすぐな状態なんですよ。なのでこの状態で骨盤を傾けてしまっている原因の筋肉とかをちょっとほぐしていきます。産後のお母さんとかにも効果的なんですか。産後のお母さんとかにも効果的です。産後の女性は産んでから早い方だと半年、短い方だと長い方だと1年ぐらいは結構骨盤が緩い状態になっているので、やっぱりこう腰が抜けるような症状が出やすかったりとか腰痛とか起こしやすいので、出産してから早い段階でこれで調整とかしてあげた方が、
お体にもすごくいいと思う。おじさんの考え。これぐらいの硬さになっていると姿勢を意識するっていうレベルではまだないので、あの硬い筋肉をまずは自分でしっかり毎日ストレッチするのがすごい大事になってきます、ね。これは今あの背骨の際の部分ですね。うん、背骨があの本当に動きがないんですよ、ね。うん、本来背骨ってちょっとこう押すと。たわみが出る場所なんですけども、まあ、ずっとこう反ってる状態で固まってるので、そのたわみが一切ない状態なので、そこを今ちょっと改善しますね。ちょっとだなって感じです。これ肩甲骨なんですけど、本当はこの中に指がこうズボ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 って入ってるのは、あの本来の状態なんですけど、今こうギリギリ引っかかるかなぐらいなんで、やっぱここ周りの筋肉がかなりこわばってますね。さっき耳の前ぐらいだったと思うんですけど、今ここまで、これぐらいまで上がるといいですよね。